シュミッテンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属す方ホ法ホタウヌス軍の町村であり、ルフトクアオルトである。シュミットは、ヒンタータウヌス東部、クローサーフェルトベルクの麓に位置する。この山は、タウヌス山地の最高峰であり、その山頂は、本市の地域に含まれる。この山に位置する集落は、タウヌスで最も高い場所にある集落である。 シュミッテンをバイル川が流れている。この川は、フェルトベルク3階の北斜面から流出し、バイルブルク近くでラーン川に合流する。シュミッテンは、北はバイルロート及びウジンゲン、東は、ノイアンスパハ及びバートホムブルクフォア、デアヘイエ、南はオーバーウルゼル及びケーニヒシュタインイムタウヌス、西はグラスヒュッテン及びバルデムスと境を接する。バルデムスは、 ラインガータウヌス郡、他はいずれもホーホタウヌス郡に属す。シュミッテン氏は9つの地区で構成されている。これらは1972年の地域再編までに合併した旧市町村である。1655年のマテウス・メイリアンの同伴画に描かれたライフェンベルク・シュミッテンは1399年にウォルド・シュミットとして初めて文献に記録されている。この地名は ハットシュタイン城下の森の中の釘単屋を意味している。ハットシュタイン騎士課は、ライフェンベルク家と血縁関係にあり、あるいは同一であった可能性もある。この家はもともとラーンガー北側のベスターバルト地方か、リムブルク周辺の家系であった。1156年のバルスドルフの土地台帳には、ガントラムスでヘイゼ・カンシュタインという記述が見られる。ハットシュタイン士家は、 その城塞を何度も破壊されたが、バートカムベルク、ウージンゲン、シュトッカハイム、バイルバッハ、アシャフヘンブルク、マイン・アシャフフ、ケーニヒシュタイン、フランクフルトアム・マインに所領を有していた。ハットシュタイン家は、ベッテラウナミュンツェンベルク条建設にも関わっている。ライフェンベルク家とハットシュタイン家は、中世を通して、ヘッセンで最も影響力を有していた家門の一つであった。 フィリップ・フォン・ライフェンベルクは皇帝の軍事顧問官であり、マインズ選定綱領の議員で官僚であった。ライフェンベルク男爵、マール・クバルトは、シュパイアー司教、ライフェンベルク男爵ヨハン・ハインルヒは、皇帝の自従、ライフェンベルク男爵フィリップ・ルートビーヒは、マインズとト,トリアーの聖堂参事会員で、初代エアフルト総督を務めた。1389年、ハットシュタイン家とライフェンベルク家は、 クロンベルク騎士家と共にフランクフルト市に対してクロンベルガー兵でーを戦った。5月14日、フランクフルト市民が多くの同意運兵と共にクロンベルク城を囲んだが、ハーナウト・プファルツ選定校の軍勢がこの方位から救出するために出動した。彼らはエシュボルンの戦いでフランクフルト兵を追い払い、数多くを捕虜とした。その中には市長や 全般職人及び靴職人がいた。身の代金七万三千0 0グルデンでフランクフルトとの構想は終結し、四つの監視所を含むフランクフルト防衛施設の建設が始まった。このように趣味店の歴史とは価値が高く結びついたハットシュタイン騎士化は七百六十七年のヨハン・コンスタンティン・フィリップ・フォン・ハットシュタインの死によって断絶した。現在の自治体趣味店は ヘッセン州の地域再編に伴って成立した。最初のステップでは、1972年4月1日に、シュミテン、ブロムバッハ、フーノルツタール、ゼーレンベルクが、自由意思に基づき合併した。この自治体は、ついで同年8月1日に州法に、基づきアルノルツハイン、ドルフバイル、ライフェンベルク、トライスベルクと合併し、現在の自治体が成立した。 ライフェンベルクはこれ以前の1971年12月31日に、当時マインタウンス郡に属していたニイダー・ライフェンベルクと、オーバー・ライフェンベルクから成立していた町で、シュミッテンとの合併を拒んでいた。ライフェンベルク住民の意に反して、ヘッセン州議会は1972年7月11日に、スピードと FDP の賛成により、1972年8月1日に、 シュミッテンの新設に関する法律が発行した。州政府は新しく成立する自治体の名称として、バイル・シュプリンゲを提案した。この提案はいずれの地区でも賛同が得られず、シュミッテンが町名として確定した。シュミットには行政地区は設けられていない。ゼーレンベルクの聖火ジミール教会オーバーライフェンベルクの聖魚オルク教会キリスト教福音主義カトリック。 いずれのカトリック教会もシュロスボルンシュミット地域、死牧会の一部である。福音主義メソジスト派ユダヤ教1800年頃から、シュミットには小さなユダヤ教会が存在していた。1844年11月15日に、この教会はシナゴーグを建造した。このシナゴーグは57人の男性、24人の女性信者が利用できた。ユダヤ教会には、 1843年には27人、1890年には20人、1932年でも14人の信者が属していた。1890年7月12日に、ウージン元軍の軍長は、シュミッテンのユダヤ教会にアンスパ派のユダヤ教会信者を統合するよう命じた。この命令に反して、シュミッテンのユダヤ教会は、6家族の受け入れを拒否した。 文化責任者のジーナヘスは、1880年7月30日の文書により、行政官区長官の決定撤回を獲得し、シュミッテンの教会の独立性を保持した。シュミッテンのユダヤ人墓地ユダヤ人墓地シュミッテンの外側、約2キロメートルのユーデンコプフの斜面上に、ユダヤ人墓地がある。この墓地は1820年に設けられた。1935年頃に、 最後の埋葬が行われた。この墓地には、ヘブライ語とドイツ語が刻まれた旧記の墓石が残されている。1812年の10基目の墓石は、アルノルツハインのユダヤ人墓地にあったものである。この墓石は1974年頃に発見され、その後シュミッテンの墓地に移された。この墓地は、市民団体が管理している。ッテンのつまずきの石つまずきの石ッテンの3つの、 つまずきの石は2009年10月13日に設置された。ユダヤ人追悼のバビーガー通り沿いの旧品豪具後に1995年7月15日に建立された記念碑。かつてのシュトラウス家のホテル前に設置された3つのつまずきの石、バイセン、シュタイン近くのユダヤ人墓地跡がシュミットにおけるユダヤ人の生活を忍ばせる。シュミッテン視聴者シュミッテンの町議会は 31. 議席からなる。合併後のシュミッテン町長を歴記する。この町最大の政治スキャンダルが汚職容疑により1991年の残悔と祈りの日になされた町長ゲオルカハールの逮捕である。ヘッセン州内務省は1987年にこの町の旗を承認した。この旗は以下のように記述されている。シュミッテンの町の旗は長編沿いに赤、白。 青の字色に塗り分けられ、上半分に町の紋章が配されている。アルノルツファイン地区最大のスポーツクラブが SPVGG ハットシュタインで多くのスポーツ種目が選択できる。ビーガーフェルゼンのビーガー博士記念版現在の趣味店町域における観光業の歴史は19世紀に始まった。タウヌスクラブの活動は、UFO 道や避難小屋を設けることで産地を開発し、 フェルトベルクフェストはフェルトベルクを観光地として知らしめた。1860年にフェルトベルクに最初の旅館がオープンした。1883年に医師のビーガーがシュミッテン保養協会を創設した。彼は旗をデザインし、オーバーウルゼルまでの郵便馬車を開通させ、街の景観美化に努めて客にとって魅力的なものにし、適切な宿泊費を設定した。 雇用協会の施策は成功した。1884年には125人だった客は1908年に600人。1920年代には3000人から4000人にまで増加した。ドイツ皇帝ビルヘルム二世やロシア皇帝のニコライ二世といった危険もフェルトベルクを訪れた。雇用協会は1928年に解散した。雇用管理事務はこの町から移転した。 現在は観光、雇用協会がこれらの面で町を支援している。趣味店は現在も終止定のルフトクアウルトとなっている。この肩書きを保つために定期的に気候鑑定書が作成され観光インフラが整備されている。しかし現在では観光業の重要性は著しく減退している。趣味店は休暇中の日帰り観光地となっている。これに伴って ホテルやペンションの数は大きく減少している。シュミッテンの公園や役場とスーパーマーケットとの間の街の中心部に公園がある。この場所は1762年からもともとはカトリックの墓地として用いられていた。1848年に墓地は拡張され、福音主義信者の埋葬にも利用されるようになった。最後の埋葬は1897年になされた。 この場所は1940年頃から公園として用いられた。ライフェンベルク城から見たオーバーライフェンベルクの街と、グローサー・フェルトベルク、グローサー・フェルトベルク・タウンスの最高峰であるグローサー、フェルトベルクには、特にラインマイン地域から毎年10万人以上が訪れる。オーバーライフェンベルクには、スキーやソリ遊びのためのリフトがある。 最大の魅力は、タウンロスの自然と何キロメートルにもわたる整備された、遊歩道である。トライスベルクトライスベルク近くの高度663メートルのプフェルツコップフに立つ展望塔は、タウンス地方を一望できる人気のハイキング地である。冬には、タウンススキー及びソリ協会の魅力的なリフトが観光客を引きつける。バイルタールバイル側は、フェルトベルクから流出し、 タウヌス自然公園を縫って流れ、バイルブルクに至る。バイル川沿いに言うほどバイルタールベイクが設けられている。バイルタールは家族連れや自然愛好家に人気であるが、オートバイやサイクリングにも人気である。候ホ,ホタウヌス通りによって自動車観光客もバイルタールを訪れることができる。毎年開催されるバイルイコールマラソンの他にヘニンガー島周囲で行われる伝統的な 自転車レースもバイルダール上流域を通る。リーメスローマ帝国時代の国境、リーメスが、ニーダーライフェンベルク及びオーバーライフェンベルクの高台にあたるタウノスの尾根を通っていた。シュミテン町内のこれにあたる地域には、ローマ時代の小さな城塞、フェルトベルク城、旧首領館、ハイデンシュトックがある。保存されている地中の基礎壁が、ローマ時代の防衛施設を忍ばせる。 ライフェンベルク城のベルクフリートと居住島、ライフェンベルク城市ベルクフリートと居住島が保存されており、オーバーライフェンベルクとバイルタールを見下ろしている。ハイルクリマパルクシュミッテンの町域は、ハイルクリマパルクホーホタウヌスへの2つの入り口に一致している。セイカールボロメウス協会セイカールボロメウス協会、シュミッテンの町域で目を引くのが、セイカールボロメウス協会である。 この町を貫く日本の通りの交差点沿いに位置する、この建物を見落とすことはない。この教会は1893年にネオゴシック様式で建設された。建築資材は建築現場のすぐ近くの岩山から切り出されたタウヌスシーファーである。そのためこの教会はまるで岩山にはめ込まれたように見える。隣接する被災館も同じ建築資材で建てられている。 単老式の内部は筒型ボールトで支えられている。交差リブボールトの内陣室は3面が閉じられている。建設当初からの外観は1967年、1984年、1989年の改修工事で近代的な外観に作り変えられた。注目されるのはマインズの画家トーマス・フォーゲルによるネオキュビズムの有力祭壇で十字架の道行き。 復活、疑い深いトマスに対する次元が描かれている。教会の入り口脇にある岩山のマリアのグロッテは、もともとは戦時中の防空壕で1945年の終戦後まで使われていた。アンネリーゼで原作のマリア像は、二階席への上がり口にあるピエタ像と同じく1950年代に制作されたものである。教会の近くにある階段は、 街を見下ろす展望台のビーガーフェルゼンに通じている。シュミッテンの戦争記念碑戦争記念碑教会前、左手に、シュミッテンの街の戦争記念碑がある。この記念碑は、第一次世界大戦後起身によって混流されたもので、フランクフルトの彫刻家 W.O. ブラックにより、制作され、1925年10月25日に、除幕された。教会と同じ様式で、 地元の石材で作られたこの記念碑は、獅子の頭部を持つ泉となっている。さらに、シュミッテンの町、その亡くなった息子たちへという名を刻んだ石板を掲げ、記念碑本来の役割を果たしている。そこには傷ついた仲間を助け起こそうと虚しい努力をする兵士が描かれている。記念碑の側面にはこの世界大戦で命を落とした、シュミッテン住民の名前を刻んだ石板がある。 第二次世界大戦後には、この戦争で亡くなった住民の名前を刻んだ2枚目の石板が設置された。ベンツェル通り一番地の旧エイリン書木組建築、シュミッテンの中心部には、散発的に木組建築が点在している。シュミッテンの屋外プールバイタールは、昔から、ラインマイン地域から、バイルブルクへ至る交通路沿いに位置していた。ケーニヒシュタインの峠道ローテスクロイツと、 ザントプラッケンは、シュミッテンで合流し、バイルタールを通ってラーン側に至る。乗り合いバスと乗り合いタクシーがこの町の地区内を通る唯一の公共交通機関である。中核地区最大の製造業者が、鋳造設備業者のカール・シュミット社である。核製機メーカーヘコは、倒産するまでは、シュミッテンに大きな工場を有していた。ライフェンベルク基礎家庭学校シュミッテンには、 基礎家庭学校が2校ある。この他に、ドルフバイル地区にドルフバイルファミリー休暇施設、アルノルツファイン地区に、マルティー・ニーメラーハウスの福音主義アカデミーがある。マルティー・ニーメラーハウスは1954年にオープンした。その主官はテオパプストによって設計された。この施設には、2つのホール、多くの会議室、68の部屋がある。 2011年に650万ユーロを追やして回収がなされた。オーバーライフェンベルク地区では2010年8月からモンテッソーリエコスクールが運営されている。ここでは子供たちは終日面倒を見られ成長を見届けられる。重点はモンテッソーリ教育、自然教育、環境教育である。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。